私だ。困りましたよ。どうやらあのガキ、茎から戸田の残したあれに関する何かを聞いた可能性があるんですよ。そうか。だが右京逮捕は時間の問題だ。戸田直樹殺しの容疑者としてな。その後の筋書きも用意してある。そう願いますけどね。それともう一つ、竹中とかいう刑事の動きが気になる。たかが少年課の平刑事だ。心配はいらないだろう。まあそんなに心配なら一応手は打っといてやる。忘れてもらっては困りますよ。戸田が録音したあれが世に出たらあんたも破滅なんだ。私を脅迫するのか。事実を言ってるまでです。しかしまさか戸田があそこまで用心深く頭が回る男だとは思わなかった。厄介者は死んだ後まで厄介者だ。口にせよ、ちゃんと仕留めておければこんなことには。まったく。何が言いたいんだ。いざという時にはみんな消えてもらうまでですよ。あなたを含めてね。待て。あばらの骨折はほとんどひっついてるみたいだけど、連戦で筋肉がボロボロになってるわよ。あと2つ。どんだけぶっ壊れても負けるわけにはいかねえんだ。そこに寝て。いいからうつ伏せになって。本当はドクターストップかけたいところだけど、気休めにはなるでしょ。おい、お前で大丈夫かよ。おっさんは。先生は買い物。てめえ何しやがんだ。男のくせに情けない声出さないの。お楽しみ中すまんの、達也ちゃん。におか。次の対戦相手が決まったんや。はよう喜ばしてやろう思てな。誰なんだ。島哲二っちゅうボクサーや。島哲二元ミドル級世界チャンピオン。そうや、またの名を河内の鉄言うてな。こいつは強いで。元世界チャンプだと。そうか、そないに嬉しいか。相手に不足はないやろ。これでようやくドラゴンヒートにも秩序が戻ってくるな。うちの儲けもガッポガポやで。達也ちゃん頑張ってえな。世界かなんか知らねえが、引退したボクサーなんて知れたもんだろ。何言ってるの。名前くらい聞いたことあるでしょ。レバーブローで日本で初めてミドル級で世界の頂点を極めた男よ。知らねえよ。引退したのはいつだ。もうおっさんだろ。引退は1年前。最近じゃねえか。なんで辞めたんだ。初防衛戦で勝利したけど、両目の網膜剥離が発覚したの。結局無敗のままリングを降りた島はそのままボクシング界の伝説になった。でもある意味やっぱ過去の人間なんじゃ。確かに網膜剥離のボクサーは日本のルールじゃもう表舞台のリングには上がれないから普通は引退する。でも島は違った。え？ルールの緩い海外でノンタイトルマッチを次々に挑んでったのよ。そして数々のタイトルを制したの。そして島は日本に帰国しても戦い続けてるの。どこで。地元関西の地下格闘場。つまりドラゴンヒートと同じようなところよ。その戦績は未だに無敗。じゃあ今も現役バリバリってことか。残念ながらね。ここで戦ったことは。ないわ。でも聞いたことがあるの。何を。もしドラゴンヒートでとてつもないファイターが現れた時のための島はラストカード、切り札だって。くそ、今までの相手とはレベルが違うな。その前に戸田殺しの犯人を見つけられれば俺は自由なんだが。
もしもし。おっさんゲームなんてすんのか。お前みたいなガキを相手にしてるんだ。これぐらいできるさ。それに戸田殺しの容疑者のお前に会ってることがすでにやべえことなんだ。こういうとこの方が目立たないんだよ。で、戸田の残した録音テープが見つかったのか。いや、あんてだけじゃ情報が少なすぎる。それに俺はあの山に関してもうこれ以上動けなくなっちまった。なぜだ。上から圧力がかかった。おめえ東署に異動だと。どういうことだ。君ももう年だ。大江東署ならこの面倒な町で身を粉にして働く必要はないよ。鶴見さんよ、戸田がほぼ実行犯だということは間違いねえ。そこからたどれば15年前、戸田に放火させた黒幕を引っ捕まえられるんですよ。そりゃ、私だって捕まえたいよ。あれは当時、捜査一課長だった私にとっても、忘れられない山だからな。だったら竹中君、戸田殺しの犯人は、右京達也というガキで決まりだ。限りなく手堅い証拠もある。まあ、15年前の事件とは関係ないが、こういう結末にして世間を納得させる。15年前の放火犯、不良のガキに殺される。そのガキも逮捕。いい、実にいい筋書きだ。それにこれ以上の捜査は時間と経費の無駄だからな。その筋書き嫌だと言ったら。残念だが、君に選択権はない。これは命令だよ。捜査一課長の和尚は、俺と同じく放火の真犯人、それにまつわる全てを解き明かしたいと思ってる。だが上層部含め他の全員、今はお前を戸田殺しの犯人として挙げる方針だ。くっそ。お前、本当にやってねえんだな。確かに戸田の闇金を襲った。戸田もボコった。だが殺してねえよ。戸田が生きてる姿を俺は見たんだよ。戸田が死体になったのはその後だ。戸田を殺したのは、おそらく15年前の放火事件の黒幕だ。黒幕。当時、カモロ町のチャンピオン街一帯の再開発には、政治家、ゼネコン、利権に群がるうぞうむぞうがいたんだ。結局、放火殺人事件の悪評とバブルが弾けて、再開発計画は頓挫しちまったがな。そんなことは俺に関係ねえよ。金光の店で焼死したパートの女の夫、放火された後東上街に入ったっていうその男が内通者じゃねえのか。とすればその内通者は戸田殺しの犯人だろ。戸田を恨む動機もあるぞ。そうかもしれん。だがおそらく違う。なんでそう言い切れんだよ、おっさん。内通者が誰か知ってんじゃねえのか。俺の勘、刑事の勘さ。そんなの当てになんのかよ。とにかく戸田が残したっていう録音データさえあれば全てがはっきりする。手がかりは久喜の死に際の言葉。
アンってだけか。どこかの店の名前か、それとも人の名前か。アン、外人なのか。あんたら警察は何か掴んでないのか。お前が襲った戸田の闇金事務所を改めて徹底的に捜索したが、戸田とアンをつなぐようなものは何も出てきていない。じゃあ戸田の手下を片っ端から締め上げて聞き出すとか。戸田は用心深い男だったみたいだ。会話を録音する癖があるほどの男だ。大事なことは部下とはいえ他人には喋ってないだろう。あとは警察の手が入ってない。戸田が経営していた長楽って中華料理屋に何かヒントがあるかもしれんが。あそこは閉鎖されてたぜ。大丈夫なのか。だがちょいと荒っぽいことをすれば入れないことはない。俺の立場で進めるのはちょっと問題だが。なんだよ今さら。じゃあ俺は今から独り言言うぞ。ああ教えてくれ。なんだ、戸田の愛人か。水商売の女って感じだな。でもわざわざこんなところに挟んであるってのも怪しいな。とりあえずいただいとくか。この女の名前がアンだったりして、そんなに都合よくいかねえな。でも大事な手がかりだ。水商売の女だとしたら、ここはユリカの力を借りるか。まもなくユリカさんが参りますので、もう少々お待ちください。相変わらずユリカのやつ人気らしいな。あれ、ご指名なんて久しぶりじゃない。どうしたの。ちょっと顔が見たくなってな。本当？ちょっと教えてくれ。この女知らねえか。綺麗な人ね。こういうのが趣味なんだ。バカ、そんなんじゃねえよ。わかってるわよ。でも知らないな。そうか。でもこの人、顔つきからしておそらく中東系のハーフね。探すならこういう外国系の女の子が集められたお店じゃない。何軒かは知ってるけど。そんなにたくさんあんのか。これだけ綺麗ならきっと高級店よ。だったらあそこしかないな。マジか、教えてくれよ。そういう時だけマジな目になるんだね、君。どうしよっかな。頼む、俺の人生がかかってんだ。ミレニアムタワーにある会員制高級クラブアレキサンダーよ。オンに切るぜ。なんかヤバいことに首を突っ込んでるみたいだけど、絶対
また来てね。絶対よ。なんてね。バイバイ。まさか、逃げるつもりやった？そんなわけちゃうよな、達也ちゃん。もうすぐリングに立つ時間やで。言おうか。まったく、達也ちゃんには呆れるな。戸田殺しの犯人のくせに、久喜殺しまで。俺じゃねえ！でも現場には、達也ちゃんのブレスレットとハンカチが落ちとったさかいな。動かぬ証拠ってやつや。こりゃ死刑は免れんで。てめえ、警察に引き渡されるか、ドラゴンヒートのリングで島のレバーブローで肝臓破裂させるか、好きな方選んでええで。さあ、まっすぐリング行けや。あとちょっとだったのに。あら、珍しいわね、こんな若い男。セクシーな方ですね。そう？そんなに綺麗なのに、何もそんな服着なくても。え？何よ、文句あるの？あんた、私が好きでこんな格好してると思う？じゃあどうして？決まってるでしょ、生きてくためよ。弟と二人、この町で生きてくためにね。やっぱりあなたは変わってない。え？お久しぶりです、蝶です。蝶？まさかあなた。ちょっと付き合ってもらえますか？達也くん。うん。戸田の方は竹中のおっさんに頼むしかねえな。達也か、どうした？戸田の中華料理屋で写真を見つけた。ミレニアムタワーにあるクラブアレキサンダーのホステスを洗ってくれ。写真は携帯メールに送ってく。俺は事情があってしばらく動けねえんだ。
分かった。内通者は乃木っていうボクサーらしいな。よく調べたな。だがそれ以上は俺に教えるつもりはねえんだろ。それはいい。10連勝して乃木の口から戸田を殺した犯人が誰なのか全て吐かせてやる。俺とどっちが早いかだな。おっさん、帰ってたのか。島に勝てると思うか。何度も言わせるな。勝つしかねえんだよ。あいつは網膜剥離さえしなければ今も世界チャンプを張り続けられる天才だ。でもとにかく勝つしか。とにかくで勝てる相手じゃない。世界を取る人間というのはこの世の誰よりもそれだけを考えてきた人間だ。生きること全てをそれに捧げてきた人間なんだ。スピード、スタミナ、テクニック、全てが世界一ということだ。わかる。どうしても勝ちたいか。ああ。なら秘策を教えてやろう。ボクサーにとって網膜剥離っていうのは唯一の恐怖だ。一度あれをやると感知したとしても二度目は失明する可能性が高い。それがどうした。どんなに精神の強い格闘家でも失明する恐怖には勝てない。同じパンチでも目の付近への攻撃にはどうしても一瞬必ず隙ができる。なるほど。そこを計算に入れて戦えば。そうだ。テンプル頭部への攻撃に対してはかわすよりガードを選ぶだろう。選択肢が減ることが分かっていればこちらの切り口が増える。ガードをすれば足元は。その通りやれば俺にも勝機があるってことか。そうだ。もっと具体的に言えばだ。ふざけんな。何？俺は勝ちてんだ。でもその前に俺は俺の考え方で戦うことに意味があるんだ。特にこのファイトはな。うん、バカなやつだ。何が秘策だ。冗談じゃねえ。相手は世界チャンピオンなんだ。チェーン！いよいよこの時がやってきたぜ、マイベイビー。ザ・ヒストリー・チェンジ。そして新たな伝説が生まれる。オン・ザ・ヘッド。8連勝中のこの男にもう説明はいらねえだろ。カムロの恐竜タツヤ。一冊のレバーブルを引っ下げてあの生きる伝説が帰ってきたぜ。元ボクシングミドル級世界チャンピオン、アイアンシム。さあこの世紀の一戦、オッズは圧倒的に元世界チャンプが人気。やはり実力差は否定できないってことか。すまんかったの。うちの若い奴らがえらい世話になったそうやな。いい弟子を持ってるみてえだな。8連勝やて。すごいやないか。まさかここに呼ばれる日が来るとは思わなんだ。こんなに燃えるんは世界タイトルマッチ以来や。楽しませてもらうで。遠慮せんと、どんな手使ってきてもええで。不良のガキの意地見せてみーや。チャンピオン、胸借りるぜ。なんや。まあええ、ガンガン来いや。今は超一流のボクサーよ。正々堂々と全力で戦って頭や目を狙うのは卑怯者のすることよ。
目のことは知っとったはずや。お前の力やったらもっと楽に勝てたはずやぞ。それじゃダメなんだよ。ダメ？俺は勝ちたかったんだ。ちゃんと勝ちたかった。ちゃんと？相手が世界チャンプだからこそ正面からマジに戦わねえと意味がねえ。あんたはきっと卑怯な真似なしの本当のボクシングのスタイルで戦ってくるはずだ。それも世界一のスタイルで。だから俺も同じ卑怯な真似なしのルールで勝ってこそ俺があんたより強いって証明になる。なんやと？達也君、あなた変わったね。変わった？だってちょっと前のあなたなら手段を選ばずぶっ殺すばっかだったでしょ。まあな。フェアな戦いなんて考えもしなかった。とにかく強さ。違う？ああ、でも強さには今でもこだわりはあるぜ。誰よりも桁外れ常識破りの強さを証明してみて。でも。でも？でも俺が今まで破ってきたものってルールだったんだよ。ルールを破ってそれが常識を破ることだって満足してた。ガキだった。でも分かったんだよ、ルールと常識、その違いが。達也君、ここで命がけで戦った奴らが全部教えてくれたことだ。精密検査した方がいいわ。私で手配できる病院探してくるね。確かに俺は今までただ相手を倒すことしか考えていなかった。なのに今の俺は島との戦いを楽しんでた気がする。戦う前も戦ってる最中も戦った後も、なんかちゃんと戦ったスッキリした感じが。そうか、やっと分かったね。俺はずっと無敗やった。たった一つの黒星を除いてな。お前のスタイルは俺を一度打ち負かしたあの人にどこか似とるんや。あの人？誰のことだ？ああ、乃木トールっちゅう男や。何？乃木？乃木だと？お前、乃木を知っとるんか？いや、あ、乃木！何？どこにいるってんだ？あんた目見えてんのか？たった一度負けた相手を忘れてたまるか。間違いない、あんた乃木トールやろ。
久しぶりだな、志摩。まさかこの男が、天宮泰山が、乃木徹だと。こいつが内通者。内通者か。達也、俺と賭けをしよう。賭けだと？俺も今東条会に殺されるわけにはいかない。まだ俺にはやり残したことがあるんだ。お前が俺に勝てば全てを話してやる。だが負ければ俺が内通者だってことは黙ってろ。え？もしお前が喋って俺が二岡たちに消されれば、お前の無実は二度と証明できなくなるぞ。分かったな。おい待て。戸田はやはり泰山先生、いや乃木、あんたが殺したのか。知りたければ次のドラゴンヒートのリングで俺を倒せ。勝てればの話だけどな。なぜ早く右京達也とかいうガキを捕まえないのかね。申し訳ありません。全力を挙げて捜索しているのですが。ほう、噂では東条会の地下格闘場にいると聞いたがね。とっととそんな物事を潰してしまえばいいじゃないか。一つお聞きしていいですか。なんだね。本部長はなぜそこまで右京にこだわるんです。当然だろう。カムロ署の犯罪発生率は東京とかで常にワースト5に入る。君は確かに優秀だよ。しかし省全体で見ればカムロ署の検挙率はとても低い。しっかり検挙率を上げることが大事だ。右京というガキを捕まえれば殺人事件の早期解決というイメージも上がる。ある意味警察の威信がかかっているんだよ。ですがその一方で本部長は15年前に起きたチャンピオン街の放火殺人事件の捜査にストップをかけられた。なぜなんですか。放火事件、そんなこともあったね。時効が近い事件です。なんとかしてあの事件の犯人を。だから右京を捕まえて後の筋書きは私に任せれば済むことだ。私はあくまで真犯人を。本部長はあの放火事件に関して何か。鷲尾君、ミレニアムタワーの屋上からこの町を見下ろしたことがあるか。いえ。実に醜悪なのだよ。汚染された海のように見える。ヤクザ、得体の知れない外国人、それから右京みたいな頭の悪いガキ、そんなゴミに汚染された海みたいだ。私はこの町を美しい澄んだ海に戻してやりたい。わかりませんね。何？欲望を持つ人間が作る街です。清濁が入り混じる方が自然なのではないでしょうか。そういう街自体を否定されるのですか。なるほどね。まだ時効前です。私は最後まで諦めませんので。君には期待してたんだがね、鷲尾君。残念だ。私だ。ゴミを一つ処分してくれ。それから竹中にも一応見張りをつけてくれ。ああ、分かっている。これで全てうまくいくさ。おい！
っしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
お前の狙った通りかもしれん。じゃああの女は？写真の女は吉村アンナ。父親がイラン人、母親が日本人のハーフだ。戸田の遺体発見のニュースとともに店を無断欠勤している。今からアンナの住んでいる場所に向かう。もうすぐだ。もうすぐ全てが終わる。だがこの先に何が待ってんだ。こういう場合どっちを応援すればいいのかな。ねえ、どうしてあなたと泰山先生が戦わなきゃいけないの？さあな、本当のとこは俺にもわかんねえよ。手を出して。泰山先生はボクシングの立ち技がベースだけど、あらゆる格闘技に精通してる。戦ったのは見たことないけど。ああ。ちょっと前のあなたなら手も足も出なかったはず。でも今はどっちが勝つか私にはわからない。ねえ、私ここで戦う格闘家を見て一つだけわかったことがあるの。それは？ここに来る人間はいろんな事情を持ってる。自ら進んでここへやってきたファイター、そして気がついたらここへ流れ着いてしまったファイター。でも全ては宿命だった気がする。人間、宿命からは逃れようとしても逃れられない。宿命か。確かにな。ここで戦うようになったことも全ては宿命なのかもしれねえな。でも宿命を正面から乗り越えて運命が開ける。今宵ここにいるあんたたちは世界最高の幸せ者だってことを忘れちゃった。新たなレジェンドがついに生まれる瞬間を思う存分その目に焼き付けてくれ。オン・ザ・ヘッド9連勝を成し遂げた史上最強のストリート最強ファイター、カムロが生んだ恐竜、ウキョー。勝てば俺は自由になれんだな。10連勝したらその約束はクキから聞いてる。ちゃんと守らせてもらうで。登場界のダイモンにかけてな。そして10連勝をかけた達也に挑むのはビッグサプライズ。なんとこちらもまだドラゴンヒートと呼ばれる前のこの地下格闘場で9連勝を成し遂げた伝説のオン・ザ・テイク。かつてあのアイアン島を KO で破り、あらゆる格闘技をマスターしたマイスターナギ。間違いないですか？ねえ、私どうすればいいの？全てはこの戦いが終わってから。それまでは見守るしかない。まさか達也、お前と戦うことになるとはな。ああ、死ぬ気で来い。分かってるよおっさん。あんたを倒して俺は全てを知る。だがなんだか不思議とワクワクしてたまんねえんだよ。ふん。ボスはボクシング、柔術、空手、すべての格闘技をマスターしている。触るんじゃねえぞ。達也君、お前の全てを見せろ。後悔しないようにね。上がってるわよ。
つもりか。達也くん。